さあ、つごもりが見当たらないわけですけど、土曜日になったんですけど、つごもりがいないということで、金曜日の夜から。あれ、どこにいるんでしょうか？どうしての顔が終わってるけど、つごもりは？ん？まだここには来てないよ。あれ？今来たぜ。そっちじゃないんだよ。遅刻？すまね、水あるか。ああ、いたじゃん。どこいたの？すまね、その、え？遅刻ってわけじゃないな、これは。はるちゃんがいなくなったんだ、やっぱり。なんか全然いないなと思ってたよ。七山さんいなくなってる。それは確かなのかい？は、だから走ってきたんだ、ここに。部屋の遠く開けたらからで。で、人物までわからなかったが、異世界にアニマができてるの確認済みだ。なんで一緒にいるのに何にも気づかなかったんだよ。そうだね。巣ごもりはそっちに行ってたのか。やはり。やむを得ない。君たちに任せるしかないようだ。これと、これを持参したまえ。どちらも探索には不可欠だしのものだ。鍵はわかるが、囚われぬ夢を測定する。あ、でもなんか持ってたやつだよね。ひなつくんたちが。あるいはそれがなくとも。確かに、君の手に待つのは便利だ。しかし、この装置の上位互換ではない。戦いの切ることを取ることに言うんだ。なるほどね。記録ね。訓練施設の件は後日に回そう。直ちに向こうに向かってくれ。全員、生きて帰ってくるんだよ。七夜の話になったか。扉が開いている。鍵もらった意味なくない？どうなってんだよ。さっき来たが開いてなかったぜ。ってことは誰か先に入った？ふふん。この、まあ大体わかるわ。この体こそ入れ、秘密の侵入口にあるんだよ。そうなんだ。この三人で行くんだ。任務開始。いやー、これ、前回みたいにお助けユニットがいるわけでもなし。この三人で行くんすかね。雪山に来ました。これは皆さん、あなたにあったら寒そうですね。あ、つごもり。あ、幽霊のつごもりだ。どんな仕組み味方の気があるの？振り落として無駄だぞ。そうだね。剣は刀ダメだから。仕組み。そうだね。七夜ここの中、こんな寒空に。確かに昔冷てえやつだなとか、感情薄いなと思ったけどよ。意識、無意識やとは、精神の奥さんのどこかで、このような光景が展開されている。まあ、夢的な感じだよね。それを者たち。早くタッチの時間まで。そうだね。アウダの力で寒さはまとえ。え、大丈夫なの？逆に寒そうだけど。逆に寒そうだけどな、君たち。どうやって変身すればいいの？適当に念じたらいける。適当に念じる。寒そう！いや、寒いよ。全然寒くない。かえって寒そうになった。ごめん、ちょっと嘘ついた。この三人で行くのか。うわ、久しぶり。なんか、おー、いいね、この歩行グラフィック。いやー、三人パーティーだー。え？来たの？ウルゼさん、ハクターの力も使わず。猫娘みたいになるの？おいおい、他人行儀はやめてくれよ、神梨くん。俺勉強教えてくれたけど、下の名前呼んでたのか。なあ。あ、そういうこと。そんなこと言うたらまさか来たんですか、先輩。ははまさか。え、何？猫娘になった。ぶっ潰しに来たんだよ。記憶なくしたそのバカをな。まさかの。なんだてめえ。安心しがれ。てめえみたいな雑魚に用がねえからよ。何が島始まって以来の大天才だ。実力はないかげ人格者だ。思い出しやがれ。何を犠牲にしていけんのかな。ここでいきなりボス戦入る開幕から。とんでもない力の持ち主だ。やめな、本気で勝負をするか。マジか。
あ、やっぱり思い出せ、思い出せよなあ、記憶を取り戻せ、ウジ虫やの。ちょ、待って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 、 HP 見えないのか、凄盛りのシーンが入ってない、アナライズしてもダメ。あ、一応レベル80。ちょっと待ってくれる、見て見て見て、パラメーター見て見て、パラメーター見て、パラメーター見て何これ、え、パラメーター何、どうやってんのこれ、ちょ、地点対戦何これ、ちょっと待ってくれる、何これどう見ても無理じゃん、レベル88だろ何だろさ、何これ、何、どうなってんの、何がどうなったらこうなの。あ、でもやっぱり気迫の一撃とグラシャとかあんのか、確かこれで、あー、まあでも気迫の一撃欲しいけどだいぶ先だな多分ちょうだい、ボッコボコ、多分ボッコボコにされちゃうと思うけど、ファスニシニア、なんファスシニアって、はなんかはず、なんかさっき言いにくい、このまま行って大丈夫、命中率 56% って書いてあるぞお前、命中率 50% とかなってるぞ、全然効かないじゃん、15。そうか、お前初戦、お前なんかあのさ、辰巳くん君確かさ初戦闘だよね、初戦闘で負けイベされるのってどういう気持ちなん初戦、命中率ゼロ、いや、こうじゃねえな、なんだよ、やっちゅって、ああ、ほら言わんこっちゃね無理だってもう、アナライズ瞬間分かってたじゃん頭おかしいんだよな、あ、やっぱり、なんでかって、てめえが朝日に、朝日っていう話があったんだ、朝日に何か関係あるんだ、あ、井戸だ、これだけ大橋は井戸に勘違いしたぞさ、ちはは勘違いしてんじゃねえぞか、みんなしくっ、ふぬけた目にお似合いなの、井戸にこれつばせろのさ、待ちやがれ、あー、どっか行っちゃうんだ、で井戸が、こっから井戸ね、強い答え、強い答えでも何、ボスの連戦大丈夫か、え、おーバーサス凶暴役ウェンディゴー、動きはそうに鈍そうに見える、やつのことを見るうちがあれば、はーい、でも HP1 になってるね、他者のうちを築きしまう、新たな能力が育ってます、いっぱい育ってる、むしろ、あ、これか、なんかできるんだよね、力の解除、有事の構築よりエゴイスも使用可能、そう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 、これでなんか仲間の技をパクれるんだよね、へぇー。オッケー。じゃあ早速やっていくか。連戦のボスだね。やってくれじゃん。狙いを定める!狙いを定めるがあるのか!狙ってるな。防御行動が回復の見壊すか。なるほどね。風間ちゃんから受け止めきれる場合がある。辰巳親は氷結ができて、助け猫の会議は困難。あ、そういう仕様なの?そうそう、防御回避。戦闘員特性を理解して、利用が2分の1。なるほど。防御効率が激減します。50% で回避。ミンションさんが4の場合 100% 回避。弱点の攻撃はミンションに関する回避で 10% です。うお。基本的に、ね、防御が安定に見えるけどな。おー、いいね、辰巳くん、見て見て見て、133だよ、すげえ、やっぱ火力職、火力あるねー、めっちゃ火力あんじゃん、来るぞ、うわー、もうよく耐えた、ギリギリめっちゃギリ耐えるね、危ない危ない、ギリギリ耐えるんだね、で、狙い定めるは一旦で解除かな?これ多分、ステートもうかかってないもんね。まあ、怖い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 、マジで危ない。ギリギリ耐えた、本当に。ぶちかまし。あ、オーダー属性のぶちかましを手に入れることはできるのか。スピアレス欲しいけどな。
まあでも今回手に入れる必要があんまないんだよね。取ることは取っても意味切るをさ、忘れさせる技がないんだよね。フラも使いたいし。で、今の私にできることを私の踊りで。そうだね、キュアステップしようか。どうしたらいいんだ。いいね、全員回復の時にみんなこうやって喋るやついいね。やっちまっていいんだよ。普通に強いぞ、辰巳が。辰巳が強い。そうか、次のターンで終わっちゃうのか。これさ、ワンチャンさ、もう一回はるかにこれ来たら死ぬよね。回復しとくか。え、でも防御であれやったよね、今。あれ、防御で今100ぐらい食らってた？どんだけ強いのよ。めっちゃ強いな、逆を考えれば。そうだね。今、防御ではるかは100だから、どうせ死ぬのか、やられても。どうせ死ぬからいいや。なんどうせ死ぬからいいやって。どんなサイコパスよ。狙いを定める。狙いを定めて、次の攻撃なんだね。でも、はるかがあれやったから、絶対耐えると思う。だから、さっきと同じ感じでやって、フラマしてからの、防御でいけると思う。ここで防御だね。防御して、氷河投げは大丈夫。オッケーオッケー。防御でこんだけ食らうのはすごいってことになってるけど、ダメージ的に。基本的にこれだね。横一文字が強い。狙いを定める。これはゴリ押して勝てるな。もうゴリ押そう。多分これがゴリ押せる。これはゴリ押せて、横一文字で終わりかな。はい。普通に辰巳が強い。辰巳が3桁出るのは強い、コンスタントに。そこに手応えがあったんじゃねえか。強いわ、辰巳。やったか。やったかはやってない。まだだ。え、おお、増えた増えた増えた。無理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 。同じのさ、2回聞いてねえぞ。のけものよ、逃げたら手伝ってんだよ。え、3体とかどうすんの。でも3体ってどうやって、おお、なに、悪いの、三人とも。答えなら待たせてしもうて。せやけど、こっからやで、大逆転勝利始めに。しばすくん、アクターだったの、まさか。すげえまさかだよ。さあ、ショータイムや。いやいやいや、なにこれ。いやいや、何、なに。たのはバッチやないで、もっと見せたるわしのトリック。まさか、すげえまさかの人が入ってきた。2匹か。でもどや、うさむじやろ、わしの替え魔法力はしばす。しばす、お前学習能力か、戦闘能力あんのか。手品しか魔法使い系でもね、もしかしたら。で、今回は4人になった。つか、初に4人パーティー？もしかして。そうだね、初の4人パーティーだから、その分ね、行動回数増えてるから、早めに1体を処理したいところだね。早めに1体処理しよう。聖剣何かも取れる？ぶちかましグラス、アスピアラスは勝てねえか。勝てねえか、これは。よし、とりあえず、1体から、1体攻めよう。どうしたら、俺の技によって、ターンオーバー。何これ、対象落とし、こんなんあんの。良質補助、場所入れ替え、入れ替え後の次の2人の単価したのがある。へえ。とりあえずフラマだね。まあフラマはさっき、まあフラマはさっき打ったからね、わかるね。基本的にフラマがあるからね、フラマがあるとだいぶ便利になる。ただ早めに一体仕留めたいな。私が行くよ、私の技なら。さすがに記憶充填かな。狙い定める。二体分防ぐのはどうすんの、しのぎ切るなのかな。で、あ、でもこれってさ、ターンオーバーでさ、狙いを外せるかもしれへんで。そうやね、標的にされてる時に。でもさ、
どうする？変わったところで、まあ一回やってみるか。変わったところでって感はあるけどな、実際。ターンオーバーしますか。とりあえずどっちかといえば危険なのはハルカだよね。いきまーす。ちょっとパラパラパパーじゃないんだよね。何今のパラパパパパーって。なんかどっかにショー死ぬんじゃね。これショー死ぬ、もしかして。あれこれショー死ぬ。いや、ヤッコさん混乱しとるで。でも死んじゃったで。ごめん。いや、完封どころか一人倒れてますけど。すいません、あれ、視聴さん、一人倒れてます。こうなると、ちょっと待って、もう一回、完封したい。本当に完封したい、これ。完封したい。だから、この場合、防御、でも防御してもこれさ、ショーやられんじゃね？いや、標的を見失えばいいんや。標的さえ見失えば、標的さえ見失えば無事になる、絶対。ということは、さて、感謝するんやな。ワッツマンの自分には使えへんねん。いい、分かった。だから、一人入れ替えればいいだけだ。で、フラマして、これ、ターンがね、まだいまいちつかめてねえな、俺。で、防御だね。これで大丈夫か。なるほどね。いやー、2ターンに1体攻撃する。交互に攻撃やったらやばかったな。交互に攻撃じゃなければ大丈夫。もう勝てる。よし、1体倒した。あとは完封や。あとは完封できる。え、こんなん言うんや。よし、もういける。さすがにいける。狙い定める。ここは防御してからでいいかな。防御してからでいいね。うん。大丈夫。これな。防御してもダメなもんダメか。防御してもダメなもんダメだったよ。変えなあかんってことね。はい、すいませんでした。本当にすいませんでした。変えます。ここならとっておきの技や。さて、ショーの始まりやな。さあ、俺の出番だ。やっ終わった。結局ターンオーバー連打しただけだった。一体だったらそれはそうやろ。敵じゃなかったってわけだ。それ一体だったらターンオーバー連打するだけでええからな。間一発やったな、3人とも。もう少し遅れたと思う。ゾッとするな、ほんま。しばすくん。難しい言うと読めねえや。前みたいにひろきねえかな。このまま立ち往生といかんな。同じことの繰り返し。一旦神社まで戻るで。説明してある。え、でも。ああ、けどやすぎてんな。一応、振り切るべきである。もちろん来た道を追うよ。化け物の目をもう海軍つのお前は。冗談だろ。すまん。何も考えとらんだ。やれ。結界で行きますか。そうだね。結界がいいね。ああ、戻るんだ。あ、神社で戻るんだ。戻ってきた。何が起きたんや。ああ、ちょっと吐き気が。すごいの、マジだね。店員だね。すまん。うわ、この月喋りおった。よろしくな。いつアクターになったの？いや、そもそもアクター解除した方がいいんじゃないの。おげーイエーアクター解除しようね。とりあえず、街の人に、ああ。ということは、お前。俺たちがなるよ、ずっと前にすでにアクターになってた。へえ。無理はないやろな。学園長の情報統制は異常なのにカチカチやったし、ボロッと学園長もそうで、ほんまに小さな勢いやったんや。そうなの？あ、本当にそうなんだ。お前といい騎士のこと、辰巳ゆうやといい、人工的なアクターなんだ、この人も。
なかなか慣れんの、キツネが喋っとんのは。慣れてくれ。マジか。とりあえず話全部聞きました。まあ、1軍2軍の話も聞いたし、なんだったら長老村長だったから、なんかね、村長もね、実は神隠し知ってたっていう恐ろしい話があったんですけど、軽くね、なんか流したけど。あ、そうだよ。七代間違いないんか？まあ、七代だと思うよ。はるちゃんだって人間だよ。まあね。ラブレター、まあ、あの手紙受け取ってなんかあるってことだもんな。再び行くんだね。はぁ、あ。一回休憩したのね。薬の補給もできんだってか。薬の補給までできんだ。使ってもよかったのかー。